はい、こんにちは、妖怪ウォッチの福袋があったので買ってきました。もう中身は見ちゃったんですけども、さらに開封していきたいと思います。1個目、じゃーん、名古屋名物エビフライジバニャンの靴下です。わかります？エビフライ、これ名古屋名物みたいですね。これちょっと可愛いですね。売ってないから よかったですね。はい、2個目、じゃーん、ジバニャンのアクセサリーです。ジバニャンって結構売れ残るんですよね。コマさんが先になくなるみたいな。はい、次、じゃん、名古屋名物の、なんだこれ、名古屋城ダニャン、名古屋城ダニャン、ジバニャンの、名古屋城、これはちょっと可愛いね。殿様ジバニャンついてるし、わかります？シャチホコついてるんですよ。シャチホコ、まあこんな感じです。はい、じゃあ早速ここから開封物開けていきたいと思います。ビッグステッカーコレクション24枚入り、これもだいぶ前にいっぱい買ったんですけども、もう初代妖怪たちですね。初代妖怪たちが残ってるやつです。早速開けてみます。でんでんでん、さあ何が出るか。あら、どっち、またジバニャンだ。バクロバに取り憑かれてるジバニャンです。ウィスパーとひもじ。さあ2個目、これで同じのとかは嫌だよね。絶対同じのは嫌だな。でもよくあるんだよね、妖怪あるあるだよね。さあ何が出るでしょう。なんかシールの形からしてほのぼのっぽい。あ、ウィスパーだ。ケータと妖怪パッドとウィスパーです。はい、次です。じゃん、丸面コレクション3。こんなのがキラメンコとノーマルメンコがついてます。なんか見て、ムキムキのウィスパーとか超やだ、絶対外れだ、これ気持ち悪いもんね。さあやってみよう。じゃじゃじゃん、お、いきなり来た、武士にゃん。お、キュービー、あれ2個しか入ってない、1個入ってんのかな。 あ、2個入りか、糸バッグ2枚入り。じゃあいいじゃん、武士にゃんとキュービーだったら結構いいよね。後ろにはなんか妖怪クイズもあります。はい、次これです。なんかわかんないけど、取り付きカードバトルのなんかセットかな、なんかカード出すの残りみたいなやつが入ってます。早速開けてみましょう。結構硬いですね。ハサミで、じゃんじゃん、お、いきなりイケメン犬のオーラ、イケメンオーラ、じゃん、バクローバーのバクロ、これキラキラってなんかカードのセットかな、絶対そうだな。カゲオロチ、じゃん、ツチノコパンダ、じゃん、スネスネーク、ニョロロンセットか、ニョロロンだやっぱり。長花、まただ、リュウくん、ニョロロンだ。これなんだ、薄ら影か、魔天使、リモコン隠し、最後、じゃん、これなんだ、ジミー、これが入ってました。取り付きカードのセットです。さあそしてこれです。ゲオで限定って書いてますけどね、だいぶ残ったんでしょうね。これウィスパーだったらどうするんだろう、当たりなのに。さあ開けてみます。じゃん、リン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 、コマさん、よっしゃ、コマさん出たぜ、超かわいいコマさん。これはこれで拭けます、よかったね。そしてこれは福袋ではないんですけども、ブシニャンのキャラウォッチです。早速開けてみましょう。
妖怪ウォッチの時計よく出るんですけれども、キャラッチとか、もう妖怪ウォッチ自体つけるから手何個もつける羽目になっちゃうよね。よいしょよいしょよいしょ。こんなでけえ節にゃん。なんか取れちゃった。顔だけになりました。顔だけに。時間を調べたいときはここにボタンがあるので押します。そうすると何時何分って出ます。ブシニャンです。いいじゃんねこれ。おお、いいね。こういう形の時計です。次もう一個がコマさんです。モンゲさん好きなのでコマさんありがたいですね。コマさんも一緒ですね。この後ろのこのプラスチックを外してコマさんの顔だけになるんですけども、モンゲーモンゲーよ。はい、モンゲー。これで時計になってます。普段はこうやって時間を調べます。以上が、妖怪ウォッチの、飛び出すシリーズと、キャラッチですね。飛び出すシリーズとその他、妖怪福袋を開けてみたでした。次は、ポケモンカードの開封いきますので、また見てください。ありがとう。バイバイ。